俺の看板 AWM、 はい、どうもスコレです。今回はですね、左下にあります28日12時特別イベント、今日の昼か夜かわかりませんけれど12時から来るイベントについて、もう分かっていることを絶対にログインしておくというですね、要素をまとめていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、昨日の夜、まあ、9時から始まっていたイベントってのは、まあ、今日僕朝まとめたと思いますが、めちゃくちゃうまかったです。やばいです。僕の報酬ですらまだ薄い方やったですね。まあ、人によっては僕がゲットした報酬、プラスさらに30個ぐらいの、まあ、復刻のガチャの方ですね。進撃の巨人の、まあ、進撃 M4 とかが入っているやつ。まあ、それを入手して、無料で進撃 M4 とか、緑マントの方ですね。まあ、入手された方もいらっしゃったわけなんですけれども。まあ、そんな感じのイベントでした。で、昨日の告知の方ですね。一部 SNS で来ておりました。告知の方をまず見ていきますけれど。それがこちらなんですよね。まあ、絵があるのと同時に、まあ、なんとですね、上の方に、これからも戦闘物資を配布していくので、お楽しみくださいという風になっているわけなんですよね。まあ、なんで、まあ、昨日の夜ですね、まあ、例えばバイトがあってとか寝ていて参加できませんでしたっていう人も、まあ、結構いらっしゃると思うんですけれど、まあ、今日の28時12時はまだ来ていないわけじゃないですか。まあ、ということは参加できますよね。まあ、ですので皆さん、戦闘物資がさらなる戦闘物資の配布というのがされる可能性というのが、まあ、これ十分にありますので、まあ、これ絶対にログインした方がいいですね。予定空いている人は絶対にログインした方がいいです。はい。まあ、せめて、まあ、家にでもおるんだったら、端末起動して、まあ、その前後ぐらいは、荒野行動起動して放置でもしといた方がいいと思いますので、まあ、そこら辺皆さんまずしておいた方がいいって話。で、一応12時の内容について、まあ、その戦闘物資がおそらく配布されるであろうという部分、プラス、まあ、調査兵団の入隊試験みたいなものが行われるというふうになっておりますので、まあ、またもしかしたら違う形のイベントっていうのが行われるというふうになる可能性ありますから、まあ、とりあえず皆さん、とりあえずですよ、ログインしておきましょう。ログインしておいて、何が来るか。まあ昨日うまかったですからね。昨日の内容は。一応昨日のまあ物資取る仕様とかを改めてまとめていきますけれど、まずですね、10分に1回物資が押してくるという仕様でした。そして10分に1回物資が押してきて、それを1つのマップで5個拾うことができますね。で、1回5個拾うじゃないですか。で、そのマップから出て、もう1回そのマッチングした時ってのは、当然その違うサーバーの違う扱いのマップに入るわけでしょう。その違う扱いのマップに入った時に、もしもその黄色い煙が出ている物資があれば、再度5個取ってっていう風に、入隊時を繰り返せば、多くの数を一度のタイミングでゲットできるっていうイベントでしたので、まあ、皆さんもしもそのガチャを多く取られたい人っていうのは、まあ、拾って入隊場っていうのを繰り返していくと、ものすごいですね、まあ、多くの数ゲットできるという風になっておりますので、まあ、そこら辺を徹底してですね、まあ、されてみるといいのかなという風に思います。はい。まあ、今回の今日のイベントの方がその仕様で来るかっていうのは、まあ、内容とかもちょっと違う感じになると思いますが、そこら辺の仕様を踏まえて、まあ、もしもそうやって何個が入手できるようなイベントであるのであれば、まあ、入隊場を繰り返すっていうところをベースに置いてプレイしてみるといいのかなというふうに思いますね。まあ、絶対うまいと、まあ、昨日のイベント、夜のイベントうまかったです。今日のイベントに関しましても十分うまくなる可能性というのは秘められておりますので、まあ、皆さんやってみるといいのではないでしょうか。で、一応今回のイベントに関しましては、まあ、そのマップ内で先ほどパックの方を開けることができるって言いました。まあ、正式名称は巨人の反撃戦闘物資っていう名前だったわけなんですよね。この巨人の反撃戦闘物資っていうのを開封すると、まあ、一つ開封するために二つのアイテムをもらえるって感じになってました。一つはそのままですね、巨人の反撃戦闘物資っていうですね、まあ、進撃の復刻ガチャか栄光物資勲章かトレーニング勲章のピースか、まあ、普通の復刻じゃない方の進撃のガチャかダイヤオレンジチップがゲットできるっていうアイテム、まずこれがもらえるアイテムっていうのが手に入るの、プラスさらにそこに判定がありまして、まあ、進撃の巨人の復刻ガチャ5個か普通のガチャ5個か、まあ、進撃のですね、まあ、ブラウザイベントとかでもらえますパックの方ですね、そのパックからもガチャだったり勲章が出ます。そのパックの方かトレーニング勲章のかけら栄光勲章のかけらどちらか20個かオレンジチップの方かダイヤの方ですね。まあ、これらがどれがもらえたっていう感じになっておりました。めちゃくちゃうまかったんですよ。僕もね、進撃のガチャ覗いても勲章だけで30個ぐらい僕増えたんですよね。まあ、普通に勲章30個増えるのも美味しいわけじゃないですか。栄光15、トレ君15ぐらいで増えましたし、プラスそれにまあ、進撃のガチャがもらえるという風な感じでしたので、めっちゃいいよそれ。僕そんな開けれなかったんですけれど、戦闘物資の方結局ですけれど、まあ、それよりもね、めちゃくちゃ多く開けた方っていうのがいらっしゃいまして、そういう方は35個とか進撃のガチャだけでもゲットできてました。から復刻ガチャだけでですね、まあ、ですので皆さんそこら辺今日はちょっと抑えておいた方が僕はいいのかなというふうに思います。でまあ一応ね、まあ、昨日の昨晩のイベントの方に関しましては、まあ、言うてすることは10分に1回でしたので、まあ、端末複数持たれている方とかやったらその持たれている端末全てで荒野行動にログインしておくことによって、まあ、メインアカウントの方とサブアカウントの方でその物資の方の取得っていうのが、まあ、できるようになると思いますから、まあ、そちらの方もしておくと、まあ、どうせやったら複数端末のログインっていうのをしておいた方がいいと思いますね。まあ、来る内容ってのは十分
変わる恐れがあると思います。というか、まあ、入団テストっていう風に言われてますんで、変わるでしょうね、多分。まあ、ですけれど、そこら辺の仕様も踏まえていくと、そうやって準備しておいても、まあ、もしも来なくても損することはないわけじゃないですか。まあ、なんで来たら、もしも来たらワンチャンス得ることはできると思いますし、まあ、そうやってですね、とりあえず、多くの端末で起動しておくってことも、できる方はしておいてもいいのかもしれないですね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。罠というか、ただの詐欺表記で草と、まあ、電動ガチャの確率の方、まあ、電動推奨の確率っていうのが、今すごい高くなってるんですよ。表示は高いんですけれど、仕様は今までと同じですね。ただ上限の確率は、前まで 0.301% でしたので、それが 0.462% となって、まあ、最終的な上限確率っていうのは上がっているんですけれど、あれだと、いつ回しても 0.462% で当たるっていう風な感じでですね、誤認しますよね。あの書き方はいけないっすよね。あからさまにその誤認を狙っているような、まあ、電動推奨の確率っていう風になっていて、まあ、いろいろ計算式がある中で、まあ、ベースとなる値、最大値っていうのが 0.462% ですよっていう風に書かれているわけなんですが、計算式がねやったら、その計算式に基づいて出た解っていうのをあそこに表示させるべきで、なんでそのベースとなる計算の途中のですね、数字っていうのをあそこに表示しているのかっていう、それがわかんないんですよ。そもそも平均確率ってなんですか、ね、あの定義だったら平均確率でもなんでもないんですよね。それが意味わかんない。ね。あれは説明として手をなしてないんで、変えた方がいいと思いますよ。あからさまに誤認を狙っている。あれ。まあ、価格の誤認ではなかったら、確率の方の誤認ではあるんだったら、まあ、そして書いているものが、まあ、正しくはあるんだったら、法律には抵触しないよねっていう方法ですね。ただ、法律には抵触しないけれど、まあ、それが、まあ、よく思われるのかって言われたら、思われないですよね。前に別のことで、まあ、ギンナーさんと話していた時に、まあ、なんかこれ法律に抵触するのかしないのかみたいな話になって、いや、一応その、法務の方で、まあ、いろいろ話した結果、法律には抵触しないよみたいな話をされていました。でも、公約行動運営というのは基本的に、法律に抵触していなければ、イコールやっていいっていう風に、まあ、思っているらしくて、そこさえクリアできれば、まあ、ユーザーがどう感じるのか、売り方として、まあ、一方的にその、売る側が有利になってしまっているような、売り方をしてもいいという風に思っているのか、っていう部分に関しては全く考慮されていないっていうのが、まあ、現状ではありますね。まあ、本当、まあ、ユーザーというのは運営の貯金箱 ATM としか思われていないんだなっていうのが、まあ、こういう節々でいや思いましたね。うん、社員の一人一人からそういう風に思っているのであれば、そうか、そういう会社かみたいな、そうか、そういう国かっていう風に、まあ、感じましたね。まあ、それでギンナースのことが嫌いとか、まあ、それで嫌っていう部分はないんですけれど、それがまあ国民性の違いなのかもなっていう風には改めて感じました。で次ですね、ショップに行っても進撃の巨人のメジストのテーマが確認できないんです。けれどどこから見れますかと、まああれはですね、ショップの普通にねテーマの一覧に実はあるんですよね。テーマ一覧のあれなんですよ。うるせえ、これマジで毎回思うけどさ。まあ、そのテーマの一覧あるんですけれど、二つあるんですよ、同じアイコンが。ここに一つあって、もう一つ、一番下の方に同じアイコンですけれど、違うテーマがあるっていう感じになってますので。まあ、こちらの方を選んでいくと、まあ、確認できます。まあね、アイコン全く同じやから、どっちがどっちみたいな感じになりますけれど、一応そういった具合ですね。で、次ですね。てか、お宝の兵団衣装のセットバカ高くないと、めっちゃ高いですね、あれ。ね、そんな高くするみたいな感じで、値段ついてますよね。なんもなかったら、18,000金券。まあ、現実のお金にすると、まあ、大体35,000円とかそれぐらいですよね。35,000円あったら皆さん何します？僕が多分ね、未成年、子供だったら、スイッチとそのソフト買ってますよ。そっちの方はどう考えてもコスパいいしね、35,000円。ゲーム内のただの服好きにそれ入れるぐらいだったら、普通にスイッチとそれ買ってますね。下手したらだってプレステ買ってね、エピできますからね、それで。で、次ですね、今の電動車両の B ランクを上回る車が近いうちに電動ガチャに入りますかねと。まあ、近いうちかはどうかわかりませんけれど、そのうちまた追加っていうのはしていくんじゃないですか、電動車両の方。はい、電動枠の方ですね。まあ、大体電動のガチャっていうのは更新、まあなんかいろいろそういうね連休とかそのタイミングで最近は更新されていることが多いですよね。夏休みとかゴールデンウィークとかまあ周年とかそういう大事なイベントのタイミングでですね。まあ次するとしたら年末年始の方かなと、どっちかっていうと三が日の方だったりとか、あとは新春、あとゴールデンウィーク、そこら辺のどっかのタイミングでまあ新しい電動枠の追加っていうのはしてくるんじゃないのかなっていうふうには思いますね。で次ですね、進撃コラボ来てからスケバグやばいですねと、まあ結構なんか言われてますよね。だいぶスケルバグの方が、まあ、あるっていう。まあ、北港の方に、あの、マンション、新マンションが完全に全部透明化されてるっていうね。まあ、あれありますよね。嵐の半島、他にもなんか、ちょっとしたオブジェが貫通するとか、そもそもなんか存在が消えてしまうとか、そういうのってのは、ちょいちょい発生しているみたいですよね。あの新版のやつってなんかね、悪用できそうっすよね。なんか、あそこで芋って、同行するみたいな。やろうと思えばできそうな感じにはなってしまっていますので、どうなんかなとは思いますよ。はい。で、次ですね。交換ショップに訓練兵団とか、何らかのマントとか、腰マ
マントの方入ると思いますかと。まあ、そうですよね。今回は青マント、まあ、上下ともにですね。まあ、上の方もケツマントの方も入っていないっていう風になってますよね。まあ、前回コラボレーションとかは、あそこにケツマントが入っていて、まあ、ガチャで手に入れた交換用アイテムを消費して、まあ、交換しようみたいなマントとかケツマントの方、されてる方は多かったと思いますが、まあ、最近のコラボレーションはあそこの交換用のアイテムっていうのが共有できるようになったことによって、まあ、交換できるアイテム自体を減らしてきてますよね。まあ、共有できるっていう機能拡張を加えてからすぐにそういうことをしてくるっていうね。大体最近の恋行動運営というか、まあ、ずっとそうですけれど、機能拡張した後できることを減らすっていう、まあ、ユーザー側が得できるような方法っていうのは用意しないっていう風に、まあ、ずっとされてますよね。まあ、今後もそういう動きしてくるとは思いますけれど、とりあえず、まあ、交換用アイテムっていうのは貯金しておいて、いつかどこかで使い道があると思いますから、もうないだろうっていう希望はないんだっていう風に思って、使い切ってしまう方が僕は危ないと思いますから、とりあえず取っておいて。でも今回のやつに関しては、まあ、追加があるってのはちょっと考えづらいですよね。交換ショップの方が、まあ、さらに追加されたっていうケースって今までないんで、まあ、されてもおかしくないですけれど、あまり期待できないっていうのが僕の正直な感想ですね。